こっちの方が押しやすいですね。痛くないですよね。左に比べたらね。取れる感じはない。取れるか取れないかっていう。ああ、つるたい。ああ、なるほどね。まあ右の方がやっぱり動かすんでしょうね。まだ。よくはないんですけど、まだそこまでねきつくはないですよね、この動きでね、差が出ちゃってますね。左右でね。ですかね。大丈夫ですか。そうね。いやだいぶ左の肩甲骨周りが辛かったね。そうですよね。この辺は本当にバチバチに固まってますね。癒着が起こるので、それでまあ動かしづらさも出てくるし、そうですか。入るようにはなってきましたけどね。だんだん受け入れ体勢が。ね。でもそこすっごい痛い。痛いね。わかる。痛いよこれは。すごい痛かったよ。すごい痛いですね。ですよね。刺される感じですよね。いじめられてる感じ。そうですね。いやーずーっとそうですね。ずーっと続いてるわ。でもここ揃ってるんですよ、さっきに比べて。骨盤かなりずれてますね。右の方が上がってますね。結構違っちゃってますね。痛い。だいぶ、まあそうですね、かなり違ってるので、右の高さ
こなんですよ、はい、この指幅2本分ぐらい、2センチぐらい違っちゃってますね。そんなで、この痛み減ったんじゃないですか。なんでまだ痛いは痛いけど、おかしいぐらい痛い。あ、本当に感触としては押せるようになったんですけどね。なんか、あの痛みの質が変わった感じはしませんか。あ、ズキって痛い感じじゃないですよね。もっとやってほしい痛さ。はいはいはい、そうそう、さっきはね、表面から硬かったから、はい、もうなんか触んないでっていう痛みだったと思うんですけど、はい、そうだったのに、そうそうそう、まあ今でも揃ってはいるんで、この長さが揃ってますよね。で、足の長さやっぱ右が短いですね。合わないですね。こう回すのもちょっと回しづらいですね。はい、硬いですね。座骨のとこでも合うので、骨盤の高さで言えば良くなってますね。いや、ただ筋肉がとにかくバキバキっすよね。うん、4ヶ月ずっとあれですよね、こう硬い状態を保ってましたよね。そうでも本当にやばい時は、100円入れるマッサージでお世話になって変わりました。それで、いや今こう触られてる感じだと、あのマッサージ機ってすごい優しかったまあまあ自分でいいようにしますしね、あんまこう体重かけないようにとかね、位置変えたりね。でもくすぐったさ減ってきたんじゃないですか。あ、確かに笑ってない、めちゃくちゃ硬いですね。でも自分の中ではほぐれてきた、うん、あ、そうそう、ほぐれてきてるんですよ。ほぐれてきてるのがすごいです。表面はね、でも奥の硬さがすごい。やっぱ表面がほぐれてきたことによって。ちょっと全体像が見えてくるっていうか、その頑固さというか、はい、まあ甘くないなっていう感じはやっぱり結構育っちゃったなみたいな。そうですね、引っかかりますよね、もうさっきよりは痛くないですね。虫刺しとか痛みが出ますね、肩の可動域が。あ、ちょい痛い。やばいですね。苦しくないですもんね。はい、しっかり押せるようになってきました。ここが痛いね。痛いですね。あ、これめっちゃ痛いですね。はい、この辺は特に痛気持ちいい。あ、痛気持ちいいぐらいですか。腰良くないですね。あ、背中もう全部良くないんですけど。確かに。際立って硬いっていう感あります、こういうとこ。そうですね、まっすぐ立ててなかったですもんね。はい、そう、やっぱここまで鉄板になって、やっぱ家族も揉みたがらないというか、もう手の方が痛くなるから嫌だみたいな。わかる
全然指入らない状態でしたもんね、最初ね。そうなんですよ。骨と肉の差がわからない。ああ、まあまあまあ、そうですよね。その知ってる人じゃなかったら、そうなんです。なんかちょっと押すの怖くなっちゃいますよね。こんなに硬くて骨かなとか。そうなっちゃいますよね。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録をお願いします。モーハさんは告知ありますか？いや、特にまだない、ないんですけど、インスタやってるので。はい。貼っときますね、リンクを。あ、そうですね。はい。はい、リンクを、モーハさんのインスタのリンクを貼りますので、よろしければ概要欄からご覧ください。See you!